ちゃこんにちは。さあ豊さん、はい、ヤクルトの村上選手の契約更改が、はい、記事で出てまして、はい、そこで大谷選手 の、 あのメジャー1015億円で契約という記事に対して、メジャーへの気持ちより一層効くというところで、はい、続けるように頑張りたいと思いを口にしたということで、はい、まあ、村上選手はあの以前からやっぱりメジャー行きたいっていう、いやみんな行きたいだろうな、はい、行けるチャンスがある選手はね、語っていたので、今日はですね、ちょっとまあこれまでにメジャーに行きたいという表明している選手プラス、メジャーに行ったら活躍しそうだなと豊さんが思う選手をちょっと挙げていただきたいと思うんですけれども、まず現状で今口に出している選手、ただね、はい、俺はね、メジャーに行きたい選手、はい、行けるような選手、やっぱダルビッシュとか、はい、大谷とか、これがいいトレーニング方法を多分知ってると思うんだよね、はい、で、まあ、だから結果を出せてるというか、だからそこら辺の門下生になるというか、頼る人ができてきたよね。そうそうか、だからこれはやっぱね、大きな心の支えになると思うよ。そうですよ、ね、だからどうかなって思う選手も、ダルビッシュとかね、話を聞いて、どんなトレーニングが俺には必要なのかって言ったら、やっぱダルはやっぱ人がいいし、うん、ちゃんと教えてくれるよ、はい、だからそこら辺の話をちゃんと聞きながら多分進んでいくと、もうある程度の選手は成功していくのかなっていう、まあそんなに甘い世界ではないよ、はい、でもしっかりした体を作り、食も考え、そこら辺に没頭できれば、ある程度俺はメジャーでできる選手たちっていうのはいるのかなというね。あ、だから感じがする。今年 WBC でやっぱりダルビッシュ投手と大谷選手がその侍に加わったことで、そこに一緒に侍戦ってた選手たちっていうのは直にどういうトレーニングしてるか聞けたりとか、まあ、いろんな話をね、はい、でどういうものを摂取すればいいのか、うん、で体がどれだけ大事なものなのか、どれだけ何を取ったら本当に体にいいのかとか、はい、それは体調によって全然変わってくると思うけども、でもそういう先生がさ、はい、やっぱしっかりいて、そのしっかりしたトレーニングのもとに結果を出しているっていうのが、やっぱ今後の野球っていうのは変わってくるのかなっていうふうには思うよね。今まであったメジャーの移籍の歴史の中でのある一つ分岐点というか、いや分岐点だから、ダルビッシュが分岐点になるだろうし、はい、まあ、そういう頭脳をね、やっぱこう惜しげもなく頼っていったら教えてくれるというダルビッシュがいるわけだから、はい、だからそこら辺は心強いと思うよ。ピッチャー陣そうですよ、ね、そうそう、だから、まあ、今からね、どういう選手たちがっていうふうに思うけども、はい、うん、だけど大体俺は成功してくれるような感じがするよ。おうん、それとダルビッシュはピッチャーだけども、はい、やっぱ大谷が何をやってるかとかもしっかりチェックしながら、はい、いやこれは僕の特権ですとか言ってたからね同じチームの、はい、だからすごく記録にも残してるだろうし、すごいいい先生がいるというね。そうですよ、だから日本のプロ野球を変えてくれるような先生がいる、うん、ダルビッシュというね、はい、だからここら辺をこううまく利用してって言ったら変だけども、うん、頼ってね、はい、いくといいと思うよ。より成功への近道がある、近道があると思うよ。答えが見つかると思うよ。そうですよね。やっぱね、行くっつっても不安なもんだと思うんだよね、うん、でも答えはしっかり出してくれると思うんだよね、はい、ダルビッシュが、うん、だからそういう先生がいるっていうのはいいなと思うよね。そうですよね、心強いですよね。心強い。でまずは先ほど冒頭でも話したように、ヤクルトの村上選手が、はい、やはりメジャーに行きたいというのは常に、まあそうだね、はい、話していました。ただね、内野っていうことに関してだったら俺はきついと思うんだよね、はい、だからどうしても外野手で行くんだったら守備の負担とか、まあ、村上は足は遅くはないからね、はい、走り出しては速いし、うん、だからそういう意味ではその外野手という部門で行けば、あれだけの打撃を持ってるんだったら、はい、結構成功する確率は高いよね。よくこっちでホームランバッターって向こうに行くとやっぱり中距離バッターになってしまうって言ったりするんですけど、どうなんですか村上さん。いやいや、これがやっぱりウエイトの仕方だとか、うん、まあ、体がどのぐらいできるかとか、はい、まだね、うん、そういうことを聞きなさいと大谷選手の他にとかとはトレーナーとかとかダルビッシュでもいいから、あ、はい、そうなってくるとやっぱ成功の確率は高いという、うん、ただし内野という守備に関してはちょっと物足りなさがあるんでね、
まあ、条件としたら外野手で行くっていうことがやっぱり一つのポイントかなっていうふうには思ってるけどね。そうですね、うん、でもう一人です、師匠の岡本選手。ああ岡本選手自体は表明はしてないんですけれども、やっぱりもう今シーズンメジャーのスカウトが何十人も岡本選手の試合見に来たりとか、記者にメジャーへの気持ちはって今オフ言われた時に内緒みたいな感じで口ばってんみたいにっていうのがあるので、あ行きたい気持ちもあるのかなっていうふうにファンは捉えてるんですけれども、まあ岡本が行くんだったらファーストとかね、ファースト、まあ、外野っていうことではないと思うんだよね、でもファーストっていうことになってくると思うんだけども、はい、岡本っていうのは佐々木朗希からホームラン打ってるよね、はい、いうようにやっぱ速いボールに対してもやっぱ対応効くんだよね、うん、だからチャンスはあるよね、チャンスはチャンスはある、うん、先ほどの村上選手もやっぱ速い球には強い、あじゃあどっちが強いかといったら岡本の方が若干強さはあるよね、うん、それはもうどこでもホームランを打っていくっていう柔軟性は村上はあるし、はい、うん、まあ、岡本っていうのはその速いボールに対しての対応が効くということでは、まあ、岡本も成功していくと思うよ。おじゃあこの2選手以外に例えば豊さんが思ってるこの選手メジャー行ったら活躍するだろうなっていう野手、これは一番は俺は万波だな、はい、へえ。万中さん、万中さん、はい、日本ハム、いや、 やっぱりね、あの肩の魅力だとか趣味に対しての不安が全くない、はい、例えば村上にしたって岡本にしたって今年行った吉田にしたって、はい、やっぱり守備の不安って、まあ、ちょっとあるんだよね、うん、だそういう意味では万波はない、やっぱ肩の強さだとかね、はい、でそれとやっぱ速いボールも強い、うん、ただ変化に弱い、はい、逆に言えばね、だからここら辺を、まあ、行くチャンスがあるんだったら強化をしていけば万波っていうのは俺は魅力は感じるね、まあ、身体能力も長けてますし、そうやっぱ飛ばす力も持ってるしね、はい、だから魅力を俺は感じてる、だ行ったら成功する可能性も十分に十分は、へえ、これね、もし万波選手見てたら俺行きたいくなっちゃうなみたいな、いや行きたいんじゃないの、うん、やっぱああいうところでやりたいという、うん、まあ、それとね彼はね、まあ、いいところで活躍するわ、物おじしなく、はい、で WBC の強化試合の時に全日本としてね手伝いできたけど、はい、まあ、その時もホームラン打ってるし、まあ、オールスターでもホームラン打ってるし、あらゆるところなんていうかな、大きな舞台というかね、人が注目する舞台で、まあ、そういう力を発揮できる、まあ、そういうことを考えると万波っていうのは俺は魅力はあるね、あ確かに聞かされるとそうかもなって思ってきました、やっぱ身体能力が高いしね、本当高いですよね、だからメジャーも注目してると思うけどな、お、まあね、なかなか日本人で野手っていうとね最近少ないというか、うん、ですけれども、そんな中でも豊さん万波選手ちょっと一押し言ったらいいんじゃないかな、まあそうだな、うん、他は野手はいなさそうですか、俺牧は意外とできるかなって思うんだよね、その代わりセカンドじゃダメだよ、はい、ファーストだとか、あのね、牧の対応力ってやっぱ大したもんなんだよ、でどんな速い球でもその球を狙った時には比較的しっかりしたコンタクトができるんだよね、だから意外とこう地味かもわからないけど日本向きだなと思うかもわからないけど結構対応能力は高いと思う、でその大きいの一発を求めるんじゃなくて場面場面で非常にいい活躍をしてくれるっていうかいい役割を果たしてくれる、まあそうだね、あと森下阪神、おなんでなんでだよ、あいやいやいやルーキーで出てきたばっかりだったので、いやいやこの選手はやっぱ成長していくと思うよ、はい、うん、順調に成長したら可能性は俺はなくはないと思う、いやすごい、そうなんですね、うん、彼の思い切りとかね、はい、まあ、うん、バッティングっていうところで、そうそうそう、ですよね、うん、可能性は秘めてるなっていうふうには思うけどね、うん、今現状ではじゃあ野手は挙げたぐらいな感じですか、小園小園大好きですよね、小園選手、ただショートの守備でどうかなっていうのはあるんだけど、うん、はい、バッティングは俺対応力が抜群にあると思うんだよ、で速いボールにも強いしね、はい、うん、だから俺は可能性がなくはないと思ってる、あそうなんですね、うん、まあ、ただ守備だとどうなのかなっていう不安は、やっぱりショートの守備になってくると、うん、やっぱメジャーのショートってもうかなり能力が高いよ、守備力という意味ではすごいですよね、うん、だからまあそこら辺でねちょっとメジャーの選手から比べると落ちるかもわからないけども、バッティングの対応力っていうのは抜群にある、へえ、
選手だよ。あ、そうなんですね。だから、ね、単に好きとかじゃなくて、うん、やっぱ能力も含めて好きなわけだから。はい。いや、だから俺はあると思うな。また夢がね、もしかして小園選手広がっちゃうかもしれない。ただ内野手で成功するっていう例が本当に少ないから。少ないです、ね、だからまあここら辺がね、まあ、どういう評価をメジャーがするのかどうか。そうですよね、うん、向こうの選手って内野手ってあの座ったまま投げるじゃないですか、うん、肩の強さ。いや、座ったまま投げれるよ、小園だって。投げれますか？ただ届くかどうかは分からないけどまあそうですよね、ファーストとか。いや、だけど俺は彼のそのバッティング、バットコントロール、まっすぐに対しての対応力、それを考えるとチャンスはなくはないなと思ってるけどね。おー、なんかすごくあの意外というか、想像してなかった選手の名前も出てきたので、うん、ちょっとあの驚きというか、うん、だから小園に源田の守備をつけてやるといけるけどな源田選手もね、そうですね、そうそうそう、うん。なんですけれども、まあ、ピッチャー現在表明しているのはやっぱりなんといってもロッテの佐々木朗希投手。まあ通用は絶対するよ、うん、ただやっぱ1年間通してのスタミナだとか、はい、まあ、体幹の強さとかね、うん、まあ、そういうのを要求されるから、まあ、ここら辺でねちょっと過保護に育ってるから、うん、だからそれがどうなのかなっていうふうには思うけど、はい、いや持ってる能力からするとやっぱすごいピッチャーになるよ向こう行って。1年間本当にフルに戦えるような体ができたらね、はい、うん、まだ体も出来上がる途中だと思うんだよね、うん、ただダルビッシュの時そうですね、いやいや、ま、本当に何が必要なのかというね、うん、この今持ってる体でどこの部分を鍛えたらいいのかっていうのは、まあ、ダルビッシュが教えてくれるんじゃないかなっていうような気はするけどね。そうですよね、あとはその体の強さって言ったところですよ ね、 ね、1年間通してローテーションをきっちり守り通せるぐらいのっていう、はいはい、ただやっぱり言ったらすごい投手だと思うんですけれども、その他あの表明していたのは西武の高橋光成投手。いや、これはもう体もメジャー級だしな。そうなんですよ、雰囲気もメジャー級ですよね。そうそうそう、いやだから俺は通用すると思うよ。ああ、ここはもう、うん、ただやらなきゃいけないことっていうのは、うん、たくさんあると思うんだよね、はい、だけど、まあ、そこら辺はやっぱね先輩であるダルビッシュいやいや、それねダルビッシュはねやっぱね、はい、なんかこうもう本当に考えてやってるよ、うん、いやだからね、あの年で6年契約とかしてくれるわけだから。そうですね、そうだろう、はい、だからそれにはやっぱ裏付けがちゃんとあるよ、うんうん、だからもう門下生として頭下げて弟子入りして、そうそう、うん、そしたらね本当にいいコーチングをしてくれると思うよ、うん、うん、だからそういう先輩がいるっていうのは本当心強いと思うよ。そうですよ、そうそう、うん、で高橋光成のそのポテンシャルとかいろいろ考えるとできないはずがないもん、うんうん、だから絶対成功すると思うしね、はい、うん、であと同じく西武の平良投手ももう常にあの表明していて、メジャーに行きたいという気持ちはずっとありますというふうに。まあ通用するだろうね。ですね、しますよね、きっと、うん、そういう、まあ、きっとというか、まあ、するよな、はい、あれだけの馬力があってあれだけの体があるしさ、うん、やっぱ強い体も持ってるしね。そうですよね、うん、だからまあそういった意味ではもう面白い存在になるよね。ですよね、はい、あと表明しているのがソフトバンクの大関投手、将来的にメジャーに挑戦したいというふうに契約更改で希望を伝えたそうです。そうだね、うん、まあ、先輩の千賀投手がね、あの言ってますけれども、メジャーには、うん、メジャーに行きたいよね。それは行きたいですよ ね、 まあね、まあ、大関がどうなのかなっていうね、うん、まあ、体のまだ弱さとか、はい、まあ、いろんな部分があるだろうけども、うん、まあ、それは行きたいだろうけどもね、うん、ただやっぱこう変わり身を見せてこないとな、はい、このままではちょっと無理だと思うしね、うんうん、もう1段階も2段階も自分の中でレベルアップをしないと。もちろんもちろんっていうところで和田が言ってるしさ、うん、はい、ね、あそこの同じチームではな、話を聞いてみて、日本でやっとかなきゃいけないこととか準備しとかなきゃいけないこと、うん、まあ、そういうことを聞いて取り組むと、うん、はい、まあ、より近くはなってくるとは思うけどね。そうですね、うん、あとはですね、カープの栗林投手がいつかメジャーに行きたいということを実は夢を明かしたということで、これはデイリーの記事に載っているんですけれども、うん、やっぱりその WBC で大谷さん、ダルビッシュさんを見て少しずつ芽生えてきたと。まあそうだな、はい、ただ栗林の場合はね、抑えやってちょっと疲労がきて、うん、でなかなかね今年なんかは自分のいい時のパフォーマンスっていうのは出せなかったよね、うん、ただね行くとしては先発じゃないじゃない、
はい、まあ、そうなってくるとリリーフでしょ、はい、メジャーのリリーフって165以上はだいたい投げてるからね。そうですね、すごいのもいるからね、はい、でもうあと 2,3 年もしたら全員が160キロ近い球を投げてくる、はい、そこに向かっていかなきゃいけないから相当な精度と、まあ、特殊ボールがないと今のスピードではちょっと苦しいかなっていうような気はするよね。うん、もうちょっとスピードをつけないとっていうところになってくるんですかね。いやそのマイケンがさメジャーでねある程度の活躍をしてて、いやスピードがあってすってやっぱ彼の口から言うんだもん。そうですよね、先発でさえ言うぐらい、あれだけの球種をね使い分けながらやっててもスピードがもっと速くなりたいっていう欲があるし、まあ、それにも挑戦してるしねあの年でね、はい、うん、まあ、だけど、まあ、車足の場合だったらまだ可能性は残されてると思うけど、はい、やっぱり日本で155平均で投げれるぐらいに上げてってほしいよね。そうですね、もっともっとっていうところで、うん、そうだね、うん、そうするとね夢に近づくっていうことになる。そうだな、そりゃねあの世界を見ちゃったらね、だって俺も引退した時に、はい、メジャーリーグ見た時に、あこれはこういうところでやってみたいなっていうようなことは瞬時に思ったからね。やっぱ誰しも思うんですね、ここでやってみたいと。やっぱね雰囲気が違うからな。そうですね、まあ、日本の野球とはまたちょっと違いますよね。もうね静寂に包まれてるからプレーボールまではなんかすごく重い感じがするよね。降りてくるものも重い感じでっていうことですね。でもパーンと始まった時には華やかだしな、うん、いいよな、憧れますよね。まあ、その他、豊さんどうですか、このピッチャー、例えば言ったら、いや、宮城とか面白いよね、オリックスの宮城投手、はい、あとは伊藤将司、阪神の、これはね、時代から逆行してるんだよ、はい、この2人っていうのは、うん、まあまあ、一生懸命投げて150キロ投げるだろうけども、大きな変化、奥行きの変化とか、タイミングだとか、そういうのを使いながら投げるピッチャー。はい、だ今はパワーピッチャーがこう主流になってきてるじゃない、はい、だけどそれは時代と逆行してのらりくらりっていうんじゃなくて変化球のキレとかで勝負できるようなピッチャーが行くと逆に俺は成功しそうな気がするんだよね、うん、逆にあの相手バッター翻弄されるというか打てなくなる。そう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 、だから DeNA の浜ちゃんなんかはコントロールで苦しんでるけども、はい、いやだけどああいうピッチャーが逆に行くと面白いかもわからない。ハマるときはハマっちゃうみたいな感じですよね。なんなら高橋優希みたいな、ジャイアンツも、うん、だああいう時代に逆行してる、もう150キロなんかとてもじゃないけど投げれませんみたいな、うんうん、ね、だけどなんかこんな感じでさやるとなんか逆にいいのかなっていう感じがするよね。なんかそこに仕事場って見出せそうですよね。だって打者はみんな155キロとか160キロいかにして打つかっていうことに取り組んでて、いきなりこうふわっとした球が投げられるとやっぱやってることとギャップを感じると思うんだよね。だから逆に言えば時代から逆行してるピッチャーが日本から行くと精度もいいし、はい、伊藤将司とか宮城とか精度いいからね。いいですよ、うん、だからそういう面では通用するのかなっていうふうには思うよね。おあとは例えば WBC 組でいうと巨人の戸郷投手、あ、うん、とか、まあ、特殊ボールがあるからな、うん、フォークっていう、はい、うん、もう少しまっすぐの精度が良かったらな、うん、意外といい加減に投げるっていうかざっとしてるピッチャーだから、はい、ここっていうところじゃないから、まあ、ざっとして投げといて落とすっていうピッチャーだから、うん、だからそこら辺の精度が良くなったら可能性はあるよね、うん、スタミナもあるし。そうですね、スタミナ抜群ですもんね。あとは中日の高橋宏斗投手あたりどうでしょう。あーボールの力としたらな面白いとは思うけどね、うん、そうだな、まあ、球種が欲しいな、球種、うん、もうちょっとね、うん、まあ、大体まっすぐスライダーフォークみたいな、はい、そういう感じだよね、うん、あとチェンジアップが入ってちょっと日本人って器用さがあるから、はい、まあ、この縦割れのカーブとかね、うん、まあ、そういうのが増えてくるといいのかなという、ね、うん、感じがするけど、ね、うん、あとは西武の今井投手、まあ、ボールの力はねあるけどやっぱコントロールで苦しむとさ、うん、ランナー溜めて一発とか食らうと、ね、はい、だからやっぱこうフォアボールが少なくなることが、うん、まあ、ちょっと一つの条件になってくるのかなっていうふうには思うけどね、うん、でも力的に素材的には全然メジャーでもいけるかなっていうような感じをするですよね、うん、あと同じく西武の隅田投手とかはどうなんですか。
まあ面白いけどもうちょっとキャリア欲しいな、いや見てみたいな、どこら辺で安定するかっていうことがさ、ルーキーの時は勝てずにみたいな、今年は勝ってみたいな、でどういうピッチャーになっていくのかっていうのはちょっとこれから楽しみにしたいけどね。そうです、まあ、それによってはっていうことだと思うけど、あとは豊さん的に推しの投手いますか、言ったら面白い。まあ山下俊平さんなんかも面白いよな。オリックス多いですね。これがしっかりまとまってきたら、はい、そらメジャーでも通用するんじゃない。へー、じゃあ同じくオリックス、例えばムクノキ投手とか、まあ、今シーズン、ああムクノキはね、ルーキーの時見たけど、そらあのボールの力とか変則的な投げ方だとか、俺は通用しそうな感じがするよ。いやしっかりトレーニング積んだらね、はい、まあおそらく今年1年トミー・ジョンの手術でね、はい、まあ、苦しんで投げなかったけども、その間に体幹とか鍛えてるはずだから、はい、より以上の投球が来年から見れるかなと思うと、それはメジャーに近くなってくる。オリックスのピッチャーって多いですね。そうか、多いな、やっぱり。そしてパ・リーグピッチャーは、パ・リーグはな、多いな、やっぱり多いですね。パワー系もいますし。そうだね、いやだから楽しみな選手っていうのはたくさん挙げれば挙げるほどいるよ、うん、そうですね、まあ、それとやっぱり何といっても心強いのはダルビッシュがいてくれるっていう。そうですね、それでね、いろいろなアドバイスがもらえるということがさ、もう日本の宝だよね、はい、と俺は思うわ。うん、それを教えてくれるから彼は。そうです、教えもらって。そうですよね、WBC の時もそうでしたし、もうね気前がいいからダルビッシュそこまで教えちゃうのみたいな。いやいや本当に、ね、うん、何を取りなさいとかね、もう100以上のサプリメントをね、こう自分で考えながら使い分けることができるような人っていうのは野球選手いないよ、ね、だからもう時代も変わってきてるしさ、はい、だそういうメジャーでいい先輩ができてるっていうことは、もう日本のプロ野球はダメなんじゃないかなと思うぐらい、はい、まあまあだけどね、その行くためにはやっぱ権利だとか、ね、しっかりしたものを築き上げなきゃいけないからね。もちろんそうですね、だからそれまではね、日本の野球を盛り上げてほしいと思うけどね。そうですね、今挙げた選手の中から言って何人の選手たちがメジャーリーグに、ね、羽ばたいていくのかも楽しみだな、楽しみにしたいです、はい。